アイテム番号 SCP-138JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-138JP はその性質のため出現場所付近の封鎖によって対処されています。出現が確認された場合は機動部隊ヌ旧夜間工事が SCP-138JP が出現した地点から半径 M を封鎖します。急な工事のため、と説明し、封鎖域内に誰も入れないようにしてください。また封鎖後に侵入者があった場合は拘束、尋問し、クラス B 記憶処置を施した上で解放してください。ただし、SCP-138JP に侵入した場合の救出行為は厳禁とします。実験記録 138JP 三三章説明 SCP-138JP は日から日日の間隔で現地時間17時頃から翌朝5時頃までの間県市の旧村付近の道路上4箇所のうち1箇所に出現する水田です。現在のところ出現に規則性は確認されていません。大きさは1R10メートル ×10 メートルの正方形で水田の中央にかかしが一体設置されています。作物が植えられている様子はありません。SCP-138JP の特異性は、SCP-138JP 内に侵入した場合に発現します。一歩でも SCP-138JP に侵入した人間、以下、侵入者、は、耳元で日本語による男性の怒鳴り声を聞きます。これは日本語を理解できない人間でもその意図を完全に理解できるようです。インタビュー記録 138JP 参照。この声は録音機器等に記録されることはなく、侵入者のみが聞き取ります。その声を聞き、すぐに退去した場合は特に危険性はありません。しかし怒鳴り声の後も退去しなかった場合、侵入者はまるで底なし沼に足を踏み入れたかのようにゆっくりと SCP-138JP に飲まれ始めます。埋没までの時間は身長により左右されますが、一般的な成人男性ではおよそ、分ほどかかります。GPS、各種記録機器などは埋没した時点で破壊されます。次回の出現時に前回の侵入者数分のかかしが出現し、SCP-138JP の消滅時に置き去りにされます。これらのカカシの外観は一般的なものです。しかし、構造物は侵入者の服、骨、筋肉、削除済み、等が使われていることが判明しています。また解剖により、SCP-138JP の消滅時までカカシが、生きていた、可能性が極めて高いことが示唆されています。インタビュー記録 138JP 対象、エージェント G インタビュアー、博士吹き、エージェント G は SCP-138JP の最初の報告者である。彼は日本語が流暢ではないためインタビューは英語で行われている。録音開始。こんにちは。やあ博士、今日から SCP-138JP の担当になっただ。よろしく頼む。ああ、にはそんなナンバーが割り振られたのか。すまないが早速君が見たことを話してくれないか。我々はまだ何も情報を得ていない状況なんだ。ああ、わかってるよ。まず俺は地方で聞かれた、階段、について調査を行ってたんだ。夜になると急に道路が田んぼに変わっちまうってな。もともと地方は閑散としてたからな。そういう噂も立つんじゃねえかと半信半疑だった。そもそもインターネットの情報だったしな。そして君は情報を整理し、SCP-138JP が出現を待った。ああ、入れ替わるのは、道路、だけだって話だったからな。それほど道路の本数もないから夜間に軽く巡視程度で、日は月が綺麗に出てたよ。薄気味悪いくらいにな。簡潔に話してくれればいい。ああ、そうかい。まあ、月。日に出現した SCP-138JP を発見したのさ。哀れな悪ガキと一緒にな。彼はすでに侵入していた。ああ、もう膝まで埋まってたよ。
ひたすら叫んでた。助けて、ってな。そして君は救助しようとして SCP-138JP に侵入を試みた。そうさ、今思えば軽率だったことは確かだ。一応命綱をつけていたが、相手のことを何も知らずに飛び込んだからな。そして君は声を聞き。ああ、そうだ。一歩入った瞬間耳元で、こら、単語に入るな、って声が聞こえたんだよ。俺は日本語が得意じゃねえが完璧に分かっちまった。その声を聞いたら分かっちまったんだよ。こんな仕事してるからな。こいつは無理だってな。落ち着いてくれ。君の行動は正しい。情報を持ち帰ることは何よりも優先されるべきだ。特に我々の業務において跳ね。ブー。録音終了。終了報告書。このような悲劇を二度と出さないように早急に封鎖体制を確立し、脱出手段も研究しなくてはなりません。博士。実験記録 138JP1、1900年、月、日。対象ラジコンヘリ、1台、目的カカシの近距離での観察。およびサンプルの回収、結果 SCP-138JP の近辺ではエンジン不調。コントローラーの不調などにより離陸不能。距離を取り離陸させ接近させた場合は、コントロールを失い墜落。考察どうやら簡単には入らせてもらえないようだ。責任者、博士。実験記録 138JP2、1900年。月、日。対象 D クラス。1名、目的沈み始めた後の脱出方法の模索。結果沈むことを考え。元陸上選手の D クラスを用意し実施した。被験者は沈み始めた後に方向転換市外に向かおうとしたが、田んぼがどこまでも広がってやがる。と叫び、足踏みを始め外に出ることはなかった。また埋没する前にカカシの方を振り返り、こっちに来るな、と叫んだ。頭部に装着させたカメラの映像や周囲の職員による視認には異常はなく、水田の大きさも変わらず、カカシも動いてはいなかった。考察カカシに何か秘密があるのだろうか。だが、今は調査のために脱出方法を考えなくてはな。責任者、博士。実験記録 138JP。3、1900年、月、日。対象 D クラス。4名、目的侵入者が沈み始めた後、水田の外から安全に救助する。結果 D クラス1名を侵入させ、ロープにより救助するよう D クラス3名に指示した。侵入した D クラスは実験記録 138JP2 と同じ幻覚を見たが、投げ込まれたロープは認識した。なんとか侵入した D クラスがロープに捕まることに成功。引っ張り上げようとしたが、足しか埋まっていない状態にもかかわらず引き上げは難航。ロープを持っていた D クラスより協力が要請され、責任者である、博士を含む職員6名が協力し合計9名で引っ張ったところ、削除済み。ポイ実験後、責任者を博士に引き継ぎ、特別収容プロトコルの一部改定。ポイ SCP-138JP に対する全ての実験を禁止とする。少なくとも我々のうちの誰かが首を縦に振る理由がない限りは永遠に。だ、応募。